はい、これはね、今回はチョコマンでございます。ではね、一体あなたに食べてみたいかなと思います。チョコマンですね。では、こんな感じしております。山崎のですね。山崎、結構いろんな種類ありますね。では、いただきます。あ、優しい味わいでですね。で、こう、まろやか。で、この、で、これね、あ、いい味だね。まろやかで、味わいがあってね。で、この、チョコの味と、中の、このね、白いあんこみたいなのなんですよ、これ。で、それが、なかなかいい味がですね。白いあんこみたいに書いてるのが、なかなか面白い。で、その甘さがじわーっとこう広がっていって、チョコのまんじゅうの美味しさが同時にじわーっとこう広がっていくような、感じで、非常にある意味落ち着ける味わいかなっていうふうにね、思います。これはこれでね、なかなか、上品な味というか、いい味わいではないかなというふうに、思いますね。ただ、相変わらず山崎はどのパンを食べてもすごくこう、甘いんだけども、ただ、でも決してこの、なんつうんだろう、ちょっとしつこさは少しあるかもしれないけど、でもでも好きな方には、この味が好きな方にはいいんじゃないかなって感じですね。というわけで、どうもありがとうございました。